表。この番組はアニプレックスとご覧のスポンサーの提供でお送りします。影森半蔵よ、はっ、この素晴らしいこんにゃくがわしの代で滅びるなど決してあってはならぬ。そこでお主に頼みがある。こんにゃく作りの達人、こんにゃく五郎兵衛の血筋、そっちの力で未来永劫を守り続けてはくれまいか。ぎょい。では頼んだぞ、影森半蔵よ。ユーナの黄金伝説。あっ、よっ、はっ、ほっ、はっ。ユーナのやつ、学校から帰ってくるなりいきなり庭に穴を掘り始めたりして、一体どうしたんだ。アホル、これよこれ。あ、徳川幕府の埋蔵金か。山梨県の山奥でゴミ捨て用の穴から見つかったんだって。たかが時価10億円程度のお宝らしいけど。たかが10億円程度ね。言うなったらこの記事を見て。すっごい、ワクワクしちゃうね。私も埋蔵金探してみようかな、とか言い出しちゃって。埋蔵金なんてどこにでも埋まってるようなもんじゃないだろ。この辺にそんなお宝があるなんて話聞いたことないぞ。それがあるのよ。え、社会科の堀山先生が言ってたの。昔この地方にいた戦国武将がたくさんの黄金をどこかに埋めたという伝説があるんだって。へえ。で、まさか騒がし、お前その話をユーナにしたわけじゃないんだろうな。もちろんしてあげたわよ。だってユーナが目をキラキラさせながら、教えて教えてアイリーって言うから。まったく、もうまた厄介なこと。おい、ユーナ。わ、あ、マンモくん、見て見て、すっごいでしょこれ。私頑張ってここまで掘ったんだよ。それで何か出てきたのか。え、そうだった、私財宝探してたんだっけ。穴掘るのに夢中になっちゃってすっかり忘れちゃってたよ。もうこんなに掘ったんだし、そろそろやめたらどうだ。こういう埋蔵金伝説なんてほとんどがデマなんだから。でも、あれ、マモくん、なんだろうこれ、取っ手みたいなのがあるよ。アホル、あんたちょっと引っ張ってみなさいよ。俺が。よっ、ぎっ、わあがががな、もうちょっと、なにここ、薄気味悪いわね。もしかして埋蔵金への隠し通路とかかな、マモくん。そんな世の中都合よくないだろ。明日あたり市役所に電話して調べてもらおう。はあ、楽しみだな。何か出てきたらどうしよう。いいか、ユーナ、絶対に一人で入ったりしちゃダメだぞ。崩れたりしたら大変だからな。大丈夫だよ、こんなとこに一人で入っていくこと勇気ない。それにしても一体何なんだろうな、あの通路は。結構奥まで続いてたみたいだけど。え、これってもしかして本物の金じゃないのか。こりゃひょっとすると、ひょっとしちゃうかも。もしもし、何よアホル、こんな夜中に何の用。言っとくけどアイリは今忙しいんだからね。つまんない用事とかだったら覚悟してもらうから、それを踏まえた上で重要だと判断するんなら話しなさいよ。特別に聞いてあげるから。あっ、いや、夜分にすまん。ちょっと聞きたいことがあるんだけどさ、夕方社会の堀山先生が言ってた埋蔵金の話、もっと詳しく教えてくれないか。ああ、あの話、アイリいつも授業に 200% 集中してるから雑談はよく覚えてないのよね。どうせ居眠りでもしてたんだろ。アイリよりツバキッチにでも聞いてみたら。堀山先生ってツバキッチのクラスの担任だから、埋蔵金の話ももっと詳しく聞いてるんじゃない。少し長いをしてしまったな。
宵も月が美しい。やつも今頃どこかで同じ月を見ているんだろうか。拙者は何を言っておるのだ。影森呼んだ。椿、まったく、いきなり切りつけるなんてひどいよな。夜中にあんなところから顔を出すのが非常識なのだ。ところでさっきの話だけど。ああ、小金井黄金伝説のことか。話してもいいが眉唾者だぞ。ああ遥か昔この地を治めていた戦国武将清平明之助が莫大な財宝を手に入れてな。しかし時は戦国時代、いつ財宝を奪われてもおかしくない。そこで明之助は宝の隠し場所としてとんでもないものを作ってしまったのだ。とんでもないものって？巨大迷路だ。これは別に拙者が言ったわけではないからな。あくまで堀山先生から聞いた話であって。それで小金井市の地下に巨大迷路を作った清平明之助は財宝の隠し部屋に番人としてとあるものを置いたという。とあるものって？地底怪獣モグラスだ。あくまでも拙者が言ったのではないぞ。分かってるってば。そういうわけだからこんな話を信じて埋蔵金を探そうなんてバカなことを考えるのはやめておくことだな。僕もそう思ってたんだけどな。いや、こっちの話、貴重な話を聞かせてくれてありがとな椿。じゃあな。影森、よかったらもう一杯お茶でも。切ないの。ああ、マモル、ねえ、ユナちゃん知らない？ああ、さっきユナちゃんのママさんが来てね、ユナちゃんがいないって。昨日の夜中懐中電灯を持って庭に出たきり、姿を見てないらしいんだけど。まさか。ねえ。やっぱりユナがこの中に入ったんだ。ユナ！こりゃ匂いをたどって追跡するしかないな。ブルマル！ブルマル、緊急事態なんだ。ユナの匂いをたどって。もしかして風？匂い嗅げないの？だあ、しょうがないな。またあいつを借りに行くか。マモル兄ちゃんどうしたの？私のところに遊びに来てくれたの？いや、ちょっと。わざわざこんなところまで来てくれたってことはもしかして大事な用事？ああ、ちょっとな。まさか愛の告白だったりして。やだ、どうしよう。いきなりプロポーズされちゃったら。こいつを貸してもらいに来たんだ。なんだ、耳の助のことか。別にいいけど。耳の助、頼む、緊急事態なんだ。力を貸して。もしかして風邪？だあ、お前もか。どうしたの、マモル兄ちゃん。緊急事態って？悪い、今説明している暇ないんだ。切ないの。よっ、マモルさん来てくださったんですね。何それ？造花作りの内職です。お前苦労してるんだな。このくらいの苦労、マモルさんのおそばにいるためだと思えばどうということは。なあ蛍。はい。一応ダメ元で聞くんだけど、忍びの動物とか飼ってない？甲賀の里にはおりましたが、残念ながらこちらには。そうだよな。あの、マモルさん、どうかなさったのですか？実は、これこれこういうことなんだ。なるほど、そういうことでしたらお力をお貸しいたしますわ。甲賀に伝わる秘術をお教えしましょう。その名も、神聖術。
それってまさか鼻が良くなる術？いいえ、勘が良くなる術です。は？この術をかければしばらくの間とてつもなく勘が鋭くなるのです。なんだかうさんくさいな。それでは少しだけ試してみましょうか。ナモルさん、目を閉じてください。さあ、これで OK です。今から出す指の数を目を閉じたまま当ててください。これは？1本。正解です。ではこれは？5本。あ、マモルさんが今目を閉じているってことは。いや、今なんとなくよからぬ企みを感じたんだけど。さすが新生術、感が鋭くなってますね。どういうことだ？いえ、ご心配なく、術の効果は完璧です。さあ、ユーナさんを探しに私もご一緒しましょう。ここですか、マモルさん。はあ、行こうか。ズリ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 。ヤマメ、奇遇だな、こんなところで。椿お姉ちゃんこそ、もしかしてマモル兄ちゃんに会いに来たの？いや、ちょっと昨日の夜影森から聞いた話が気になってな。え、夜？いや、夜といっても誤解するでないぞ。あやつがひょっこり現れてヨタ話をしただけで。マモル兄ちゃん今朝うちにも来たよ。緊急事態だとか言ってたから私も気になっちゃって。緊急事態？あらあら、誰かと思ったら椿ちゃんとヤマメちゃんじゃない。どうしたの？あ、桜子おばさん、マモル兄ちゃんいますか？マモルならホタルちゃんと一緒にお隣に行ったわよ。地下迷路がどうとか言ってたけど。おのれ、雲隠れホタル、マモル兄ちゃんを誘惑する気ね。誘惑だと？行こう、椿お姉ちゃん、マモル兄ちゃんを追いかけよう。あ、そう。マモルさん、次の曲がり角は？なんとなくこっち。マモルさん、次は？なんとなくこっち。なあ、ホタル、本当に合ってんのかな、道。大丈夫ですよ。新生術の効果でマモルさんの勘の的中率は神がかり的に高まっていますから。本当かな？だってもうかれこれ30分くらい歩いてるぞ。マモルさん、どうやらゴールに着いてしまったようですわね。黄金ですね。おいおい、ちょっと待てよ、ホタル。僕は別に黄金を探しに来たわけじゃないんだぞ。ユーナを探しに来たんだから、マモルさん、元気を出してください。もう一度探しましょう。なんだ、地震か？いや、違うようです。何かがどんどん近づいてきます。こんな地下で一体何が？そんなはずないだろ、勘に従ったのに。マモルさん、ここで問題です。今朝私はご飯を食べたでしょうか、それともパンでしょうか？ご飯か？いえ、今朝はパンの耳でした。ホタル、お前本当に苦労してるんだな。それはともかく、どうやら新生術の効果が切れてしまったようです。なんだって？マモルさん、いつの間にか囲まれてしまいましたわ。マモルさん、私怖い。ほら、ホタル、抱きつくな。怖い。ホタル、動けないだろ。怖い。マモルさん、
雲隠れホタル、何してんのよ。影森、お前というやつはやはり暗闇で、なんてハレンチなことを。二人とも今はそれどころじゃないんだ。ちょっと借りるよ。終わったか。はい。影森、お主こんなところで女子と二人きりで何をしておったのだ。だから誤解だってば。僕たちはこいつらと戦ってたんだから。何なの、いっぱいいる。もしや地底怪獣。倒したのですか、守さん。いや、気絶させただけだ。変なものは切りたくないからな。しかし地底怪獣モグラスってのは巨大なモグラだったのか。なんだ、また巨大モグラか。いいえ、守さん、今度は本当の地震かと思います。いかん、みんな急いで外に出るぞ。ダメだ、まだユーナがこの地下迷路のどこかにいるんだ。なんだと、こんにゃくが。えい、今ここを逃げ出すのが先決だ。ダメだ、ユーナを置いて逃げられるわけがないだろう。影森、マモル兄ちゃん。マモルさん、悪く思うなよ。こうでもしなければお主はここを動かないだろうからな。危機一髪、危ないところだったな。冗談じゃないぞ、ユナがまだ中にいるんだ。影森、気持ちはわかるが。うるさい。ユナのことだ、きっとどこかでひょっこりくぼみにでもはまって無事なはずだ。きっとそうだ、きっと。影森、守る兄ちゃん、守さん、大丈夫だぞユナ、待ってろ。きっときっと助けてやるからな。ユナ、どうしたの、マモくん。え、あれ、ユーナ、いつ穴から出てきたんだよ。え、私、穴なんか入ってないよ。なんだって。だってマモくんが昨日絶対入っちゃダメって言ったでしょ。それじゃああのスリッパは。あ、昨日の夜ね、缶蹴りする夢見てたら寝ぼけて窓からスリッパ飛ばしちゃったみたいで、懐中電灯持って庭に探しに出たら転んじゃって、懐中電灯もどこかに行っちゃうし、諦めて部屋に戻ったんだ。それじゃあ今朝は何してたんだ。ユーナがいなくなったって聞いたぞ。あれはトイレに入ったまま寝ちゃってて。これまでの苦労は痛い。でもさっきの地震すごかったよね。びっくりしちゃったよ。あ、もしもし、あ、アイリー、どうしたの。大変だよ大変だよ、マモくん、さっきの地震でアイリーの家が崩れちゃったんだって。すごいよねアイリー、時価100億円、今世紀最大の発見なんだって。いやー、テレビ局のインタビューやら新聞の取材やらで疲れちゃったわよ。何よアホル、羨ましいって顔してるわね。だけどアイリも驚いたわよ、地震で家が崩れたら地下から財宝が現れたんだもの。よりによってあの埋蔵金の真上が騒がしの家だったとは。いいなアイリ、私も何か発見したいな。ねえマモくん、他にもないかな、黄金伝説とかそういうの。そういえばこの学校のどっかにすっごいお宝が隠してあるって噂があったっけ。本当、すごいよすごいよ、私早速探してくるね。アホル、今の話どこで聞いたのよ。全部嘘だよ、騙されたと分かったらユーナも懲りてもう埋蔵金だとか言い出さないだろ。だけど森山先生が言ってたわよ。あ、この学校のどこかに5日へと続く扉があって、その奥には先代の理事長が残した隠し財産があるって。そしてその入り口を地下軍隊アリダスが守ってるとか。まさか。守って、助けて。
勘弁してくれよ。アニプレックスとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。